見よ。旦那様、お待たせいたしました。ああ、旦那様、どうでしょうか。あ、綺麗だ。ありがとうございます。旦那様もすごくかっこいいです。お前、突然そんなことを言うな。ごめんなさい。行こうか。はい。見よ、夢の中だけではなく、もう一度確かめておきたいんだが、こんな面倒な男と結婚してもらえるだろうか。そんな面倒だなんて、むしろ私の方がずっと。旦那様こそ後悔しませんか。するはずがない。私がお前を選んだのだから。ふつつかものですが、よろしくお願いいたします。あ、こちらこそよろしく。